三重県四日市市はご当地グルメによる町おこしの祭典 B1 グランプリのチケットをふるさと納税の返礼品として取り扱うと発表しました。イベントは11月18日から2日間市内で開催予定で、東海北陸エリアを中心に20の団体が参加する予定です。市によりますと、 B1 グランプリのチケットを返礼品にするのは全国で初めてだということです。